はいどうも、テポンゲです。よろしくお願いします。レベル上げをね、やっておきました。メタルチケットを2枚使って、兜小僧レベル20、この攻撃力、そしてこの守備力強い。兜小僧 DQMJ シリーズで強い。でこんな感じで、今スキル振ってんのはね、獣道に、まだ説明しないでおこうかね。で、あと、ちょめちょめのちょめい、ちょめちょめのちょめいも、まあぼちぼちと、まあ2回行動なんでね、こいつは2回行動で、スキル振りはね、とりあえずメライ用の、火炎斬りとレッパ斬りは覚えさせて、あとは、同じく獣道を育てているという状況です。ちょっとここも見ておこうか。はい、で、あとボンナイトね、非常にバランスの良い、ちょっと MP がね少ないのが残念なところなんで、一応こいつは補助と回復をやらせる予定なので、で、アッパーを今、育てている感じですね。本当だったらね、混乱ブレイク持ってるかな、状態異常混乱系でね、仕上げるとかもできるんだけどね。はい、アッパーとりあえずスクルトまでで、ベホイミとって感じかな。とりあえずこのメンツで、闘技場 A ランクを、突破しようと思います。行きましょう。で、今日もね早いよ。今日も前回の海岸攻略並みの速さ。まずは闘技場に行って、スカウト Q を終わらしてから、にしようか。この獣道っていうスキルがね、また、後々生きてくるんだけど、50ちょいで60ぐらいだった60ぐらいで、聖魔山という、攻撃スキルを覚えることができまして、まあそれが誰に効くかというと、そういうことですね。はい、まずはボーンナイト、これで MP 回復の証。はい、でここでね、今回やるスカウト級最後、守備力アップ2、はい、もちろんこれも OK です。スノードラゴンでクリアしたんで、スノードラゴン混ぜてね、2を作って魔王の使いに覚えさせてるんで、あ、ちょめちょめのちょめいにね覚えさせて、これでメスの杖を手に入れることができます。非常に効率的に、効率的ノブ。はい、まあこんな感じでね、スカウト級やりつつ効率的にプレイを進めると、こういう感じのメンツがおのずと出来上がってくると。でね、あとは、攻略を進めていくだけと。はい、スカルゴンボーンナイトスカルゴンでね、本当だったらね、魔王の使いじゃなくて、ギガンテス、ギガンテスも作れたんだけど、まあね、まあギガンテスの方がね、速さとかの速さを求める感じでは間違いなくいいと思う。2枠モンスターだし、今後その大型モンスターとかが基本的にボスになってくるんで、まあいかにその1体の火力で押すかって考えた時に、魔王の使いよりもギガンテスの方が早いですね。ただ得ては見た目を取った。見た目を。
もちろんパワー系のギガンテスもちろん好きだけどね、魔王の使いちょめちょめのちょめの方がちょっと好きで、 なんだろう3体使いたかったってのもある、うん、3体いろいろとね、そのコメントにも読ませてもらいつつね、ギガンテスを作ると思っていた人もいたみたいで、でなんだったら今ちょうど、DQMJ2 をやってる人もいるみたいで、ね、今日本でね、DQMJ2 やってんのエテとその人だけだから、2人だけだから今日本でやってんの。あとはタイの方で 2,3 人やってるかなって感じ。まあ、日本では今エテとその人だけね。ちょうどなんか今レオソードのね、まあラスボスに当たるんだけど、ラスボスの邪神レオソードってのがねいるんだけれど、まあそいつで積んでるんで、エテさんの邪神レオソード攻略を見せてもらおうかということで、簡単だぜ、エテにかかりゃ。ブラックドラゴンかっけえな。はい、ここでドラゴン斬りも生きてくると。獣道は本当に優秀なんでね、これはもうそれだけは言えるわ。獣道はいかに優秀なスキルか、最初から最後まで使える、素晴らしいね。メタル斬りにも、メタル斬りじゃない、メタル狩りにもね、あの疾風好きがあるので有効、強えわ。はい、これで A ランクを無事に突破しましたと。でね、次あの遺跡に今から行きます。ここで教えてもらいます、行き方を。で今もらった奇跡のメイスってのが、回復のできる武器、これをねギガンテスに持たしてやれば回復も自分でできるし、何パーセント、攻撃の何パーセントかが回復するんだよね。なんか名をよしな感じだったなこれね。うん、 HP 回復の効果。まあ今回エテは兜小僧に持たせます。じゃあ早速遺跡行っちゃいましょう。今日は遺跡攻略まで一旦やろうかな。よし、一回外出なきゃいけないんで密林飛んで、なんか今日外がね、なんかうるさいんだよね、なんかどっかでなんか運動会やってんのかなっていうような感じのさ、頑張れ頑張れみたいな、なんかマイクかなんか拡声器かなんかよくわかんないけどすげえ聞こえるんだよね。なんだろう、うちの近所ちょあったっけな、そんな小学校とか。はい、めっちゃ聞こえるんだよねマジで。あるわ小学校、あるわ。じゃあ反対側のそのね、反対側の小学校とか、反対側じゃない小学校、これメタルチケットだっけ。よし、伊手賀小学校の存在を知らない方のとこから声が聞こえるから今ちょっと不思議があっています。マジ実況の邪魔なんてやめてもらっていいかな。ちょ切れてこようかな今から言って。俺 DQMJ2 やってっからって。
って。はい、これね、扉が開きます。で、遺跡にはね、他にもいろいろとね、場所があるんだけど、まあ効率を求める絵手はうろちょろはしません。もう一直線に、扉のスイッチのあるところに行きます。本当はメタル狩り、はぐれメタルを狩りに行ったりとか、その、まあ、雨の日にここに来ればそのステルスっていう透明になってメタルに気づかれずに不意をつける透明化的に、相手にメタルだけじゃなくてね、普通の魔物にも気づかれにくくなる、気づかれなくなるっていう、お得スキルがあるんだけど、それも取らないです。で、これがなんだっけ、サウダージ、サウダージじゃなくて、サージタウロスです。あれがサウダージは、サウダージは違います。サウダージはポルノグラフィティです。ポルノグラフィティ、オッケー、ポルノグラフィティな。サウダージは、サウダージってやつな。さあ、どんどん進んで、あー、まあ、エテノコのパーティーのね、強さ、この野生でちょっと確認しよう。補助打って、あ、ドラゴン斬りして、ワンパン、そしてメイスで回復もできて、ルカなんで守備力ダウン食らうも、火炎斬りを打って2回攻撃だから烈破もしちゃって、ワンパン、そしてワンパンからのスカラを打って守備力元戻して、ドラゴン斬り打ってワンパン。はい、だから奇跡のメイスってのがね、このシナリオを攻略していったら行けば手に入るから、非常にそれをどう生かすかってのが大事だよね。この最速を求めるのに、最速を求めるにあたってね。でね、ちょっと最近ちょっと言って悩みがあってさ、実はさ、こう見えて悩みがあって、これここ登ったら、痛い痛い痛い、最近悩みがあって、腕がかゆいねん、腕やめてー、腕がかゆいねん、なんかアトピーかな、そんなさ、皮膚が弱いとかさ、そういうキャラじゃなかったんだけど、なんかうっ、すごいね、腕のね、関節腕の関節部分がめっちゃ痒いねんけどさ、なんか知ってる人おる？これに詳しい人、詳しい人おらん？アトピーに関して。どうする？一応買っとくか、出てきたし、一応メタル狩りしときます。いいね、魔王の使いにバイキルト打つのが一番効率的だからね。 AI2 回行動だし、150、そして151、ありがとうございます。強いわ。で、入れ替えして、で、このタイミングで一応マンチキ打っといてルーラします。そしてあれ、
あれ？あれれ？そして、もう一箇所のね、スイッチを押しに行きます。スッ、スッ、こっちだったっけな。合ってる。よし。ここ降りて。で、ここ、あの、箱が多いんで気をつけてね。ここ注意、ここ要注意ポイント。そしてストーンズスライムがスッと出てくるので要注意、要注意。で、ここのあの、スカルサーペントはマジで、マジで、マジで、これほんと技術いるんで、スカルサーペント避けるあの、技術がいるんで。そしてそこから飛んでくるから、スカルサーペントが。そしてここも、ここもたまに飛んでくる、ここも要注意。そしてここの右からも飛んでくるから、スカルサーペント待機してるから、ここも要注意。そしてここでここでレポート書いて、そして、そしてこうしてこっちに行くと、なななな、なんと、なんと、ハグリン、ハグリンじゃ、ハグリンなんじゃ。これ不意をつければね、まあ確定で倒せるんだけど、ちょっとカバシラの疾風好きだけじゃね、倒せんのじゃ、倒せないんじゃわ。まあ一応ね、バイキルミン使って爆弾にして、石ころじゃーノブー。まあ枯れたらラッキー、枯れたらラッキーってことで。なあ、逃げないで。不意をついてたらあのちゃんと倒せるわけ。なんだと、残念でしたね。まあセーブ書いたんでね、あのリセットですれば枯れるんだけども、そこまで今経験値必要じゃないんでね。1万はでかいけどね、1万は。だから、レベル上げね、今後遺跡まで来たらもうここで、周回ぐるぐる回るってのが一番いいかな。もうメタルスライム10匹分に相当するんでね、10匹分。そして、そして、そしてこっち来て、こう来て、よしよしよし、そう、俺のフットワーク見せる。スッ、ふんふんふん、すぐメニュー、すぐメニュー、すぐメニュー、メニュー倒しましょう。ライジンキリ、バイキルトできれば
魔王さんに売ってくれ。次から頼むな。そうだ、あの重み、配合の重みに差がありすぎるとか言ったじゃん。まさかまさかさ、その呂布カルマネタが通用するとはえても思ってなかったわ。うん。フランケンマジつまんねえ。呂布カルマかっこいいよな、好きだわ。回復しとく、回復しとくか。一応フランケンマジつまんねえ。お前が24時間かけてやるラップ、俺一小節に凝縮。座っててくれ。呂布カルマ、マジでそうさ、マジでそうさ、首をかるさ、俺はそうさ。はい、キラーマシン通戦でーす。かっこいいこれ。3からさ、けどキラーマシン2がなんか2枠、通常2枠モンスターみたいになって悲しいよな。悲しかったな、あれ。なんか悲しい。で、ここはハートブレイク、ハートブレイク、バイキル、あ、ちょっと待って、命令しないでおこう。君は、ちょっと、命令解除ってないのこれ。命令解除ないのね。バイキルと、バイキルと、こっち、はい。GO!まあこの硬さなんでね、全然楽勝です。さあ乱れ切りも全然怖くないです。まあ一応対策としてね、その順番、硬いもん順にこう並べてはいるけどね。よし、任せるお前らに。バイキルトをしっかりかけて、守備力が落とされた。まあ、カウンター持ちはいいよね。100強すぎ、うちとしや強すぎ、うちとしや。んで、はい、ここでセマさん、取って、あとは攻撃でいいかな。よし、やっぱキラーマシン2はこのサイズ感が一番いいよね。このサイズ感であの2回行動、2枠で2回行動になっても別に何のおいしさもないしね。この小さなこの機械のテクノロジーに詰め込まれた最先端の技術っていう、この感じの1枠のそういうところがキラーマシン2の良きところなのにもかかわらず、なんで大きくしちゃったかな、本当。マジで頼むわ。エネミー。うわぁ、さまよう鎧いいよね。さまよう鎧いいよね。で、もうここ、イザナイルーラした方が早いですね。うん、イザナイルーラして、で、ボス。サージタウリスですね。タウリス。サジタリウスですね。でこいつがまたね、本当凶悪な魔物でね、めちゃくちゃその弓を打って攻撃してくるんだけど、すごい連続回数なわけよ。これ何連続攻撃なんだったっけ。それで状態異常のさ、例えば兜割りとかを打ってきたら、もうまあの確率でその一発一発に判定があるからさ、それでものすごい暴れてたよねこいつ、当時のネット対戦でね。しっかりバイキルトかけていきましょう。まずはちょっと、もう順番変えようかな。これ魔王の使い一番上に切れそうやわ。
で、ここはね、もう道具も使っていっちゃいましょう。これね、バイキルミ1個買っちゃいました。はい、買っちゃった。ダス。ベータン。割合ダメージ。で、この後はスクルトかけていきます。そしてスクルト、一応条約層を魔王の使いに投げる。ベタドロン割合ダメージ。まあ簡単ですね。もうここまでメンツ揃えておけば。でもうスクルトもね、特にかける必要ないんで、ピオリムとか売っちゃってでもいいかなって感じだけど、まあ一応回復を怠ってはいけないので、回復もさせつつって感じだな。シップ終わりと。はい、メタルチケット。よし、はい、でね、この奥の緑の間でね、なのだよ。緑忘れてください。で、ここで今日のラッキーアイテムは 3DS なのだよ。で、はい、お化けたちが出てきます。ここでね、本当に実はセブンスとかみんな死んでたことにやっと気づいてね、魂を浄化させるっていうことですね。ここでやっと、だから今から飛行船戻ってももう誰もいないんで、あれは本当幻影だったわけで、肉体の幻影というか、この魂たちが見せた幻影だったっていうことですね。残念ながらやっぱ飛行機が墜落したらね、そう、その生きてられないんでね、人ってのは脆いもので、人ってのはね、頑丈なように見えて実に脆い生き物なのでね、進化の過程でその考えること、人は考えることを手に入れたけどね、その丈夫さっていう部分をね、捨てて進化してきてしまった人物。実際虫とか昆虫とかはね、実に高い防御力をね持っていてね、その戻ります。で、これでプレートを手に入れたんで、ルーラで、まあこのままね、闘技場向かってね、S ランクを突破したら、次のラストダンジョン遺跡地下に行けるんだけどね。まあ今日はここまでということで、次回がだから最後になるかな。最後になる。うわあああああああ生きてたね。生きてた。はい。はい。で、てなわけで。はい。てなわけで、次回 S ランク突破して、まあいければ最後までね、そのラスボスまで突破しろと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。